はい、皆さんこんにちは、トレちゃんことトレンディエース。もうトレちゃんになっちゃった。もう略したんですね。もうね、自分でトレンディエースというのちょっと恥ずかしくなってきて、トレちゃんっていう、はいはい、なんとなくでわかります。今回のゲストは中根さんです。よろしくお願いします。お願いします。中根です。ゴルフではね、お世話になりました。ゴルフの編集見たら笑ったよ俺。申し訳ないですけど、調子悪かったです。いやいやいや、そんかい、こっちは絶好調。口は絶好調、ちょっと入ってたからね。はいはい、だから今日これやってちょっとおとなしかった途中で、アルコール入れるから。逆に今は欲しいっす。酒飲んだ方が絶対喋るから。あのゴルフの時にそう思った。こっそりカメラに向かって一緒言ってたもんね。先輩は先輩だと思ってないんだ。いやいや、大先輩です。いや、何言ってんの。そういう、まあでも俺ら年代そこら辺ないじゃん、もう。まあ、あの、はい、あんまりプロの時からなんか分からないですけど、可愛がってもらってたんでね。なんでだろうね、先輩には。まあ、可愛がってもらったらゲーム中も可愛がってもらってたし。あのね、自分の調子見るのにちょうどよかったのよ。遊ばれてね。あ、ここ何で、あ、詰まったな、よし今日いいなとか。いや、でもあの当時の先輩のボールをね、あの、まあ、近鉄の先輩らが、なんで打てんのかなって本当に思ってたもんな。新井さんって言ったら、はいはい、新井さんにオールスターで一緒になった時に、はい、実際お前まっすぐインサイドカット投げてるって言われて、いや、え、カットってその時なかったじゃん、カットの英語。え、まっすらですかみたいな話して、はい、そう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 、あれ意図的に投げてんのって言われて、いや、意図的には投げてないです。探り合いやつ。そうそう、探り合いだから、いや、意図的じゃないですか。なんかしら、なんかたまに光ってなるんですよ。気になりますよね。そう、やっぱりインコースのカット気味のボールってなんか打ちに行ったらなんか詰まるっていうから、俺そんなボール投げたのか。俺の中ではまっすらやったから、はいはい、どっちかというと回転がスライダー回転やったから、はい、あ、まっすらは自分で言ってんだなと、はい、だから調子いい時ってそうなの、まっすらそういうのあったから、いや、これちょっと探られてるなと思って、やべえな。でも近鉄俺ね、当時ね、あの、板前打線って言ったら本当に嫌やったの、正直言って、はい、でっかいやった、はい、やっぱりどっかでもホームランがあったじゃん。ね、まあ、大石さんもまあ一番待って、まあ、ちょこちょこやけど、どちらかというと、まあ、長打もあったし、はい、で、2番、新井さんやろ、はい、で、ブライアンと、はい、あ、で、石井宏もいたし、はい、で、リベラとかね、わけ、はい、外国人がいたし、ましたね、で、村上金村さん、はい、で、中根もいたし、で、古久保もいたし、はい、もう本当ね、嫌なのよ、もう全部長打だったから、ありましたね、こそっと、こそっと。まあでもパリーグみんなそうだったんじゃないですか。まあ当時ね。その後ちょっと後になってきて中村のりが来て、はいはい、またブンブン振ってんだろ。いやー、もうなんだこの打線と思いながら。のりはでもびっくりしましたね、中村のりは。あの、もう1年目からなんでこんなに打てるのかなとか。あんな開いて、ね、開いてなんでアウトコース届くんやみたいな思ってたけどね。長打も少しまっすぐめちゃくちゃ強かったでしょ、に、うん、150何キロも平気でバーンと打ち込むんですよ。まあ、当時はね、あの、近鉄は藤井寺やったけど、はい、それがゆくゆくね、あの、大阪ドームに行った時に、はいはい、あそこの何回、5回かフリーバッティングでみんなホームラン競争やったよ。どこまで飛ぶかって、ブライアントとなんかノリと村上とかガンガン打って、こんな相手によう投げたくねえわと思って。ピッチャーも強かったですね、あの、いろんなチーム。あー、まあ、特に西武とか。あ、西武はな、うん、で近鉄入った時に、ドラフト9位だっけ。2位です。2位やろ、はい、で俺の2つ下なんだよな、はい、ちょうど2級、はい、200人下で、ね、法政から、はい、で法政って当時中根以外誰かプロ入ったの。同級生はいないです。法政はいないです。え、法政ってそんなに強くなかった。いや、何言ってるんですか先輩。一応6大学では2連覇ですからね、春秋、ね、俺もなんかそんなにイメージなかったんだよな。葛西が良かったです。葛西って阪神に入った、はい、はい、1個下の葛西が、葛西があの1個下で、まあ、3年生でバリバリの時ですね。打てないですね、他のチームも。ああ、そう、はい、だから 俺と同級っつったら猪俣、はい、石竹、石竹さんね、まあ2人ともプロに入ったけども、はい、あと金子さんと高田さん、キャッチャーの、キャッチャー高田、はい、はいはい、あのバッテリーね、ジャイアンツ入ったもんね、高田も、はい、うん、もう猪俣はね、阪神ドラフト1位で、でその後今アメリカで寿司に行ってんだよな。今なんですかね。本当多分やってると思うけど、うん、一回俺テレビ見たんだよな。僕も見ました。猪俣が何してんねんと思いながら。そうなんだと思って、まあ、だからあの教えてくれたら本当にちょっと行った時に顔出したいけどな、場所、はい、ちょっと場所わからないからだけど。そうですね、うん、長年の話に戻るけど、はい、まあ、高校が東北高校やかな、はい、で甲子園は3年間で、うん、チームは、まあ、5回中3回出てるんですよ。もうすごいじゃん。で僕は1年の夏と3年の夏、うん、
1年の夏は背番号15番もらって、うん、15人当時15人やった、はい、県大会16番だったんですよ、うん、やっぱ甲子園は無理かと思ったら、え、県大会16まで、はい、俺18だったのよ。何年生の時ですか？1年の時。ほんで甲子園だったで、あの1年の時に夏の大会18番でベンチ1戦で県大会ね、うん、で優勝して甲子園、夏の大会お甲子園やと思ったら、あのちょい1年の空気だみたいな。あ、そうですか。バッティングピッチャーって形で、はいはいはい、あの甲子園ずっと滞納して、はい、どんなもんだったんですか1年の時は。バーン言ってたんですか。いや言ってない言ってない、コントロールが良かったみたい。だからバッティングピッチャーちょうど最近あのない方で、あれはもう大学行ってから編み出したんだけど、編み出した、そうそう編み出した俺の2個目に吉高さんってあの審判行って、はいはいはい、あの人と2個目なんだよ。おで、あの人が3年生の時に俺がたぶん吉高さん相手にバッティングピッチャーやってた。本当俺の高校の先発は北川さんだけなの。プロ入ったの。あ、そうなんですか。そう。でたまにあのね、岩田にこう審判で会ったらちゃんと挨拶行って、はい、まあいろいろ話するけどね。ああ。え、下は？高校の下はいないの。え？その日は。あらららら。二人だけなの。なんで今もう一回先輩とかなってくれたから。でこの間、何年か前に西崎二世って言われるピッチャーが出てきて、はいはいはい、でこれがプロかかるんじゃないかっていうとも言ったんだけど、結局かからなくてちょっと残念やったから。うちなんかじゃあ結構有名ですね。やばい、だめで東北高校さんもすごいやね。トップはでもあれなんですよ、羽生結弦なんですよトップはスケートもね、次に宮里藍ちゃんかな。あー、そっか。そしたらゴルフいっぱいいんじゃない、東北。そうですね、多分いっぱいいます。でも野球でもいいじゃん。います、います。荒川氏後輩にこう野球やるで野球であるから今だったらやっぱダルビッシュですかね。ダルだね、うん、マジンが1個下でしょ、うん、カサイも1個下でしょ、赤ゴジラ、島もそうです。島東北ね。あと雄平もそうです、はいはいはい、雄平ピッチャーだもんな、はい、バッティングも良かったですけどね、うん、すごいな、その中の先輩なんだもんな。いや、みんな大後輩なんだいやだからお前先輩やろ、まあ、ちょっと先輩とかやろ、うん、佐々木に、おい佐々木ちょっとこう来るよっつったら、それはないです、100パーないです。逆に行く方逆ですねまさかプロ野球でね、横浜ベイスターズであの一緒にやるとは思わなかったし、いやそりゃそうだ、また斎藤隆もいたし、斎藤隆は入れ替わりか、はい、なんで東北ってすごいピッチャー育つのかな。大谷翔平もそうだし、あーそうですよね、菊池雄星もそうだし、そうですよね、だから2人とも東北ってすごいピッチャーがやっぱり いるなと思って。あれじゃないですか、こんな言い方おかしいかもしれないですけど、結構ピッチャー伸びる地区ですよ多分。 あんまり強くないでしょ当時、うん、東北地区、うん、そこでやっぱこう自信ついてバーンと投げれるようになってくるんじゃないですか。わかんないですよ、わかんないですよ、全然わかんないこのチームもすごいいや多分環境かなと思って俺。環境あんのかな、なんで周り何もないわけです。いやめっちゃ都会ですよ、何言ってるんですか。そんな中の、まあ、東北の大スターですからね。いや僕はごめんなさい、すごい後輩がいる中の先輩ですから、ね、それなら何か分かりますか大スターだよ高校から、ね、大学入ってドラフト近鉄2位に入って、はい、やっぱり周りに影響あったじゃん、反響とかそういうのは。やっぱ法政入ってしまってるんで、仙台出身っていうのはだいぶ薄れましたよね、宮城県では。それ俺と一緒、俺も滋賀出身で大学名古屋で、はいはい、だからドラフトかかってくるんですよ、滋賀では。あの西崎ねぐらい、はいはいはい、僕は多分忘れられてるぐらいですねいや特に野手だしね、はいはい、そうですよね、まあピッチャーと違うかなって。でましてあの大阪じゃないですか、東北の人は知らないじゃないですか大阪。今でこそね漫才バンバンやっていろんな関西弁聞けますけど、当時はそういうもんなかったし、近鉄どこだみたいな。あの当時は仙台の人はそうじゃないですかね。特にあのパリーグなんかね、放送もないだろうし。はいはい、そうそうそう。で俺関西だから近鉄とか知ってるわけだ。関西の球団が、はいはい。逆に関東の球団とか知らなかったこれ。あ、やっぱそうですよね。そう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 、あの東の人が西のチームに行くと嫌な感じします。言葉どうやった言葉。もう終わりましたよ。関西ね。はい、もう。いつ言葉でいくつ、あの喋る方で聞く方でいくつになってきましたね何喋ってるなみたいな。いやもうそれもあるし、もう言い方あれですけど、もう聞きたくない怖いきつい、小学生の言葉もきつく感じ
中田サイン書いてやとかって頼むわなんやねん笑うなお前ちょっとちゃんと気を使えよとか言うそんな感じですね関西の人間は当たり前やそう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 僕も9年いたんでねいろいろまあ分かりました敬語ってなんやねんと思うかもしれないまあいろいろでそれ以外なんかないの近鉄ってこんなチームだったってあの中田がいる間練習は今きついんですよあそうめっちゃくちゃきついですえ入った時って監督誰大木さんですもう大木さんですか、はい、はははでも大木さんってあんまり練習するイメージないし違うんですめっちゃきついんですよきついし現場のプレーに対しても厳しいしちょっとしたプレー素人には分からないところが大木さん見つけたら、うん、まあきついですはい、でも大井さんの近鉄の時そうだから俺らからかな見てる限りではそんなにきつく見えないし、はいはいそうですね、必ず球場行ったら外野ずーっと歩いてるから、はいはい、歩きしてこうして歩いて走って、うん、あの汗出してみたいな、はい、何のためにして汗出してんのかなって思ってたけど当日に酒でしょ酒を抜いてんのか夜のために歩いてんのかあ両方ですね、酒を飲んで次の日しっかりやるそれ覚えたな飲んだ日ほどしっかりやらないとダメだっていうそうそう金、まあ、村さんはよく言ってました金村さんにもしょっちゅう連れてもらったんですけど金村さんなんか常にこう酒飲んでるよ酒の出し方っていうのがもうキャンプ練習きついじゃないですかきついですよ、ね、きついのに本当に夜中まで飲むんですよ集合したら酒臭いじゃないですか朝は酒を抜くために頑張って汗出すんですよねそうだなアップ、うん、とにかく金村さんビニールのなカッパみたいな、ビニールカッパしてね、うん、目が腫れてる人間はサングラスしてた、はい、もう定番やったそれ、はい、もう顔は出来上がんないですよ僕ねアップだけで抜けないよ、ね、僕ら最初ねサイパンですよ、うん、グラウンド最初10周するんですよ、うん、全員でサイパンでサイパンですよめちゃくちゃ暑いじゃん、はい、もう何もしないで立ってるだけで汗だーだよなそうですよお前酒くせえよって最後お前くせえよ、くせえよとか言いながら実習するんですよあれで、具合悪くなるんですよってなるんですよ、あの走ってる時に酒臭くて自分の酒のあれじゃなくて、周りの匂いからねで、もう、あの、なんですかね毎年、1月の終わりになってくるともうサイパンのあの練習のあれしかもう、頭なくてまたあれやんのかよっていうえ何年行ったサイパンサイパン何年行ったんですか大木さんの時はずっとサイパンはいずっとサイパンでその後は大木さんの後行ってます行ってますあ行ってるのはい、まあ、ハムがアリゾナやってジャイアンツがグアムやったりとかしてたけどあんまり海外でやるっていうのはなくなってるなくなりましたよねオープン戦とかできないですよねできないただあれですよ2週間ぐらい行って、うん、まあまあそうそうそうで ヒューガあヒューガはい宮崎のヒューガでサイパンからヒューガでめっちゃくちゃ寒い寒いですそうだよなめっちゃ寒く感じるんですよねあったかいんですけどね、うん、俺入団した時あのフロリダだったよ、はいはい、2週間行って帰ってきて時差ボケはあるわ寒いわ帰ってきた沖縄何にも体動かなかったんだよボーっとしたんだよ時差ボケ、サイパン近いですからね全然近いですそんな時差ボケはないんですよねなんでサイパンだったら3時間半ぐらいで行けるもんねそうですね、東京から直だったんで、うん、練習きつかったですか、先輩は基礎と1年とかマジだって大学練習してないでしょおいいや、してないですよ、マジでやってましたえ隠れてやつ絶対やってない隠れてやるタイプじゃないでしょいや、俺たちがそっちなの隠れてやるあの、アピールする方じゃないやってますっていうのは俺嫌だ監督コーチが来るじゃん来た瞬間にああ来たって いるやんあ僕ですそっち俺できないの俺できないのですか、うん、えで監督コーチ来た時も普通にしててでどっか行ってから急にまあちょっとやろうかって自分のペースするってだから決められるじゃんメニューってあのメニュー決められるの俺嫌いなんだ今日はじゃあポールガンねピーピーじゃあ10本タイム取られるとかなんで10分タイムの別に5本真剣に走ったらそれでいいやんみたいな時があったそれは大エースだからでしょいや違う違うトレンドエースだからでしょ番でやね昔はさ片側のところでやりなさいってこうやって、はいはい、その後から自主練みたいな、はい、じゃあ一応やるわけですよそうじゃあ10本走れるだから、ね、タイムトライアルねあ分かりましたとかで 一応自分の中でのタイムトライアル何本か、まあ、どこまでいけるか分かんないけどやってみようってやるんだ、まあ6本ぐらいのタイムそのタイム切れました7本目からきついな切れなくなったらあれ今の1本なしねなって、うん、なしどういうことみたいな
で結局はずっと切れなくなるじゃん、もう当然、ね、でずっとやってるわけよ。これ何しに走ってんのかなと思ったら、もう全然自分の身にならないから、ちょっとあの近くにしませんみたいな、コーチにこれは意味ないだろうみたいな、普通に走ってるだけだから、うん、タイムでさ下2桁が、ね、5以上になったら一歩に入れてみてとか、そこ勝負ですね。そうそう勝負いや、そしたらもうこっちも楽しいからやるよ、はいはい、うん、自分の身になるためにはどうしたらいいかな、しかもそっちのしか考えてない。だからそれはエースだからできるんですよね。みんなとないって1年目やから。え、1年目じゃないの？1年目だよ。1年目はそうなんだよ。先輩らは30歳以上はタイム関係なしだから、うん、若手はもうタイム関係ない。若手でも足の速いやつから遅いやついるんだよ、まあ、それ同じタイムおかしいやろって、それはちょっと疑問持ちながらやってたけど、いやもう根性野球だからね昔は、うん、まあそれはそれでも仕方ないかなと思ったけど、今それやったら多分全部アウトだよね。確かにね。でも中でそのまま、まあ、近鉄行って横浜行ったわけじゃん、はい、ね、とあれ取れる？取れるんです。誰、はい、と取れると？森田光輝、亡くなった森田。はい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 、はい、え、1対1？ はい、わすごいな、あのピッチャー1対1。それがちょっと僕もびっくりする。なんでね。だって当時のね、年俸は倍違うんですよ。え、光輝？はい。森田光輝選手と1対1で取れるとどう思いますかって聞きやがって。だんだん後輩になってくると、うん、まあまあその天皇杯、そのなんかいろんなもんが入ってくる。ああ。途中戻すやつもいるし。あれエビウイトのどうみたいな。